いらっしゃい。さあ、こちらの椅子にお座りなさい。はい。話に聞いてた通り、エキゾチックで神秘的な人だな。ええ、それに顔を隠してますけど、とても美人な方みたいです。どうしたのかしら。人の顔をじろじろと見て、順番待ちの人もいるからすぐに取り掛かりたいのだけど。な、すみません。よろしくお願いします。ではその前に、まずはあなたたちの血液型を教えてもらえるかしら。血液型ですか？ええ、正確に占うために必要になるものなの。もちろん無理にとは言わないけど。いえ、それくらいなら。俺の血液型は O 型です。私は A 型ですね。どうも。では今回は何を占うのかしら。それじゃあ、俺たちの相性を占ってもらえますか？ええ、お安いご用よ。ロイドさん？まあせっかくだから試しにどうかと思ってさ。迷惑だったらやめとくけど。いえ、迷惑とかそういうのじゃないんですけど。というか、これも天然で言ってるんでしょうか。どうした？なんでもありません。それじゃあ占いの方をお願いします。受けたまわりましょう。あ、何かの術？まっすぐな目をした青年と、実直なる意志を瞳に秘めた娘、所属は違えど何かを守るという同じ目的において協力し合う中で、強い信頼を築いてきた関係。どちらかが一歩踏み出して深い部分に立ち入れば、より親密になっていけるはずよ。私に見えたのはこんなところかしら。一歩踏み出すですか。結構苦手な部分ではあるんですよね。どうも一線を引いちゃうというか。見たところあなたは慎重なタイプのようだし、仕方ないとは思うけれど、多少は積極的にならないと手に入るものですら逃してしまうのではなくて。確かにその節はあるかもしれませんけど、でもそうですね、私もいざという時は勇気を出してみるしか。ノエル、ちょっと真剣になりすぎじゃ。あ、そうですよね、どうせお試しですし。って、いや、別に残念に思ってるとかそういうんじゃなくて。分かってるからちょっと落ち着いてくれ。意外といいコンビに見えるけど。なんだかすごく神秘的な時間を過ごしましたね。占いも説得力がありましたし、なんだか不思議な気持ちです。ああ、なかなか興味深かったな。さてと、それじゃあ俺は一旦ここで。ええ、ではまた。ノエル、何か占いたいことはないか？私が決めていいんですか？そうですね。それじゃあ、今後の警備隊の行く末なんてどうでしょうか？私もいずれ警備隊に戻りますし、そうなった時の心構えをしておきたいというか。ああ、いいんじゃないか。それじゃあよろしくお願いします。ええ、お安いご用よ。あ、何かの術？
これは変革の暗示ね。そう遠くないうちにあなたの所属する組織は何らかの変化を遂げる。その時あなたは何か大きな決断を迫られることになるでしょう。私に見えたのはこんなところかしら。変革、それに決断ですか。あの、それって一体どういう。残念だけれど現時点ではそれははっきりとは見えないわ。良くも悪くも今後の動向次第といったところでしょう。確かに今の時点だとどうとでも言えてしまいそうだ。独立提唱の結果次第で警備隊の在り方というのも変わってきそうだしな。警備隊にとってそれが進化か、あるいは衰退か。願わくばそれが進化であってほしいものですけど。私の方から言えるのは一つ、後にも先にも後悔しない決断をすることね。占いはあくまでただの占い。あなたの決意のあり方一つでいくらでも未来は変わるのだから。ええ、そうですね。ありがとうございます。これが鏡の城か。テーマパークの象徴ともいえるアトラクションだそうだけど、なんというかすごいとしか言いようがないな。中央で回るプラネタリウムで幻想的な雰囲気を演出してるそうです。ここまで本格的だと本物の城みたいに見えてきますね。ああ、本当にそんな気がするよ。さすが IBC ってところか。そういえばここには願いを叶える鏡ってものが置かれているって話だったな。はい、鐘を鳴らして鏡の前に立つと願い事が叶うって言われてますね。最上階に置いてあるので登ってみればすぐにわかると思います。じゃあひとまず最上階まで登って探してみようか。はい、行ってみましょう。ここが鏡の城の最上階か。どうやらあそこにあるのか話に出てた鐘みたいだな。ええ、鳴らすための紐も左右についてます。とするとあの大きな鏡が願いを叶える鏡か。鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うって言われてますけど、何をお願いしましょうか。それじゃあまずは二人であの鐘を鳴らしてみよう。よし、次は上にある鏡の前に行こう。いよいよですね。それじゃ早速願い事をしてみよう。この鏡の前で願いを言えばいいのかな。多分頭の中で願い事を思い浮かべるくらいでいいと思います。それじゃあやってみましょう。こんなところかな。はい、私も終わりました。ロイドさんはどんな願い事を？まあ普通すぎてちょっと照れるんだけど、クロスペルをこれからも守っていけますようにかな。もちろん警備隊の人たちや支援課の仲間も含めてね。なるほど、ロイドさんらしいです。そりゃどうも。ノエルの方はどんな願い事をしたんだ？私の方は単純ですけど、立派な警備隊員になりたいでしょうか。ノエルらしい率直な願いだな。やっぱり
君のお父さんが目標になってるのか？前も言いましたけど、そのあたりの自覚はあまりないです。私も子供でしたし、しつけの厳しい父のことはむしろ苦手なくらいでしたから。へえ、そうだったのか。ええ、本当に厳しい人でしたよ。私やフランが悪いいたずらをしたりすると容赦なく原骨を飛ばすような人で。そういえば、母に連れられて一度だけ国境門で働く父を見に行ったことがありました。当時の歪んだ体制を憂いつつも、クロスベルを守る者として全てに厳しくあろうとする姿、今考えると私はあの姿に尊敬の念を抱いていたのかもしれませんね。そっか、ノエルの自分に厳しい性格にはやっぱり影響がありそうだな。ですね。それはそれで、なんでフランがあんな緩やかな性格になったのか納得いかないところですけど、もしかして父さんって実はフランだけにはデレデレだったんでしょうか？いや、まあ厳しさの反動って可能性もあるし。それじゃ、願い事も済んだし、そろそろ行くとしようか。ええ、そうですね。鏡の城、なかなか楽しかったです。では、一旦ここで失礼しますね。ああ、また後でな。はい、また後で。モンスター退治、なんだか燃えてきますね。ノリノリだな。それじゃあ、入ってみようか。ええ、行きましょう。では、チケットをお預かりします。とっても楽しかったです。警備隊での射撃訓練もこういうゲーム式にすれば結構上達しそうな気がしますね。確かに、いつかそういう時代が来たりしてな。それじゃあ、また後で。はい、ではまた。そのノエル、なんでさっきから黙ってるんだ？いえ、その男の人と観覧車に乗るのは初めてなものですから。前に乗った時はフラントでしたし。ああ、そういうことか。まあ、俺も乗るのは初めてだからさ、いろいろ教えてくれると助かるかな。はい、任せてください。かなり高くなってきましたね。やっぱりここからの眺めは素晴らしいです。ああ、確かにいい眺めだよな。そのロイドさん、本当に私なんか誘ってよかったんですか？どうしてだ？そのせっかくこんなに夕日が綺麗なんですし、エリーさんやセシルさんとかもっと素敵な女性と一緒の方が。そんなに自分を下げなくてもいいと思うけどな。ほら、ノエルだって可愛いところがあると思うし。それにしてもこの夕日、最後のチケットを取っておいて正解だったかな。あれ、なんか俺変なこと言ったか？いえ、そのありがとうございます。今も特別な言葉に感じてないって。ロイドさんって思っていた以上に危険な人物な気がしてきました。また黙り込んじゃったぞ。やっぱり変なこと言ったのかな。
そろそろ到着みたいだな。あ、はい。降りるとしましょうか。誘っていただいてありがとうございました。おかげさまで楽しかったです。ああ、俺も誘ってよかったよ。それじゃまた後でな。はい、また。ロイドさん、そちらにいますか？ああ、ノイルか。いいよ、入ってきてくれ。あ、どちらかに連絡をしてたんですか？ああ、課長にね。留守中に支援課のビルで何か起きていないかと思って連絡してみたんだけど、取り越し苦労だったみたいだ。そうですか。あんなことがあった後ですから、さすがに気になりますよね。ああ、もうノイルまで深刻になることはないだろ。その、ごめんな、テンション下がること言って。いえ、こちらこそ。どうも心配性なのが性分になってるみたいで、たまに普段のお気楽さが羨ましくなります。そっか、そういう意味では俺たち結構似てるのかもしれないな。そんなことないですよ。頭の出来とか全然違いますし、私はその単なる警備隊根性と言いますか。相変わらず自己評価が厳しいな。まあいいや。迎えに来てくれたんだよな。よかったら一緒に迎賓館まで行こうか。あ、はい。そういえば晩餐会ってすごいお屋敷でやるみたいですね。あのハルトマン元議長が住んでいたっていう。ああ、正直ありえないほど豪華絢爛って感じの屋敷だよ。初めて入るんだったら目を丸くすること受け合いだな。ちょっと楽しみです。